はい、どうも、百鬼にです。今回、キャンドゥの方へ行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。歩数計、440円。まあまあ結構ね、値段はするんですけど、まあちょっと、ダイソーだったり他のところでも歩数計は結構売ってるんですけど、ね、それでもこの440円、ちょっと値段もね、いいので、まあちょっとどういった感じの歩数計なのかなと思って、実際ちょっと気になって、買ってきました。で、ちょ、最近運動不足が気になるんで、夜とかね、ちょっと散歩に行くこと多いんですけど、まあ、スマホのね、歩数計って結構アバウトなんで、実際ね、どれぐらい本当歩いてるのかなというのが気にはなってたんで、買ってきました。こちら株式会社オウム電機って、多分以前紹介したね、体温計とかも販売してるような、まあ、医療機器メーカーかなと思うんで、計測器としては、そんな変な計測器ではないんじゃないかなというのもありましたんで、こちらちょっと試したいと思います。シャッキリ。はい、電池がここに刺さるタイプでね、ボタン電池、LR1130 っていうボタン電池が必要のようで、これを抜けば表示されますね。で、今ゼロなんで、で、これが、もう本当ベルトとかにつけて、あとは動くだけなんで、使用的には、電池がだいたい約1年。で、歩数がだいたい99,999歩まで表示できます。5桁ですね。振り子式の検出ということなんで、まあ、要するに動いたら、ね、今みたいに振ったら2。はい。と振動によってカウントしていくタイプなので、あまりね、動かない、まあ、特に足とかにつければ、ね、いいと思うんですけど、ね、こうやって動かせば歩数カウントしていきます。で、これリセットボタン、うん、当たっただけだとね、リセットは特にされないですね。で、ちょっと長押しするとゼロにされます。ね、で、クリップ、これあるんで、まあ、大体ベルトだったり、ジャージの腰の部分とかにこう挟み込めば、うまくいくんじゃないかなと思いますんで、振動が与えればなんですけど、この振動によってどんな感じかっていう雰囲気ですね。で、まあ、文字、大きいんで、結構見やすいかなとも思います。まあ、ただこれ夜とかだと暗いんで、まあ、帰ってきて明るいところで何歩かなっていうのを確認する程度の商品かなと思うんですけど、これ使ってちょっと散歩の時に、まあ目標5000から8000の間ぐらいは毎日歩くようにしたいなとは思ってるんですけど、スマホとかだとやっぱね、たまに持ち歩かない時もあるじゃん。だからまあこれは日常的にね、まあ普段動く時ベルトにつけておけば、だいたい今日1日どれぐらい歩いたなっていうのは確認できるかなと思うので、ちょっとした健康管理の道具として使っていきたいなと思います。ね、こうなると他のね、100円の、ダイソーとかで売ってる歩数計とかもちょっと気になるんで、またちょっと歩数計もちょっと気になった商品見つけたら、こちらとちょっと一回比べてみたいなと思います。はい、今、何もしないまま放置してたら消えましたね。で、これ、振ったら、また動き出しますんで、例えば今、4歩。この状態でちょっと消えるのを待ちたいと思います。はい。先ほどね、歩数カウントした状態で、4で止めてた状態だったんですけど、今画面が消えました。で、これまたね、振動が与えられると続きますんで、メモリー的には画面は消えても残ってますんで、またこう、歩いたらね、カウントしていきます。だから毎日とか毎朝、ちゃんとリセットさえ押せば、1日の歩数はずっとつけておけばカウントしていきますし、動いてない時でも電池の消耗を抑えるのに表示は消えてくれますんで、こちらはそういった面では結構便利な商品じゃないかなと思います。キャンドゥさんね、こういうちょっとメディカル系っていうんですかね。まあ体温計もそうですし、まああとね、髭剃りだったりバリカンだったりっていう、そういったちょっと他ダイソーさんとかではあまり扱ってないような商品、時々見かけるんで、そういったの気になる方はキャンドゥの方、ちょっと探してみてはいかがでしょうか。まあお店によって全然取り扱いがなんか違うという声もよく聞きますので、気になった方はこちらの商品もお店の方にちょっと問い合わせていただくか、こちらが、まあ、商品のジャンコードとかね、品番こちらになりますんで、こちら気になる方はこちらでお問い合わせいただいたらいいかなと思います。はい、では今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。